はい、こんにちは、レトスノーノです。今回なんですけども、固定資産税の3回目の動画、特例について解説いたします。大きく分けて2つの特例があります。1つ目が住宅用地の課税標準の特例、もう1つが新築住宅の税額控除、2つあります。まずちょっと違いだけ確認しておくと、まずこっちが住宅用地だから土地についての話なんですね。で、一方はこっちは新築住宅なので建物についての話です。で、またこっちは課税標準の特例と書いてある通り、課税標準が一定金額少なくなる。一方でこっちは税額控除なので、税額が一定額だけ少なくなるということで、まあ違いが2つあるんですね。土地と建物の違い、また課税標準と税額の違いっていうのがあります。で、課税標準と税額の違い、これ大丈夫でしょうか？課税標準っていうのは、まあ固定資産税であれば、固定資産課税台帳に登録されている価格が課税標準なんですね。なので、その登録価格を一定額少なくして計算できますよっていうのがこっちです。で、一方で、そこにさらに税率をかけますよね。課税標準に税率をかけて算出された金額。これが税額なんですよ。この税額を差し引くことができる、少なくすることができるのが税額控除なんですね。なので、ちょっと固定資産税だと分かりにくいと思うので、例えばペンを買いましたと、このペン、100円のペンだと仮定して、消費税が 10%、100円であれば消費税 10%、税額は10円ですよね。これで考えてみると、課税標準はこの100円です。この100円っていうのが、例えば90円として計算できますよ。つまり、90円に 10% をかけて、9円。これが税額、消費税になりますよ。つまり、109円ってなるわけですね。税込み価格が。まあ、これが課税標準の特例です。簡単に言うと。で、一方で、こっちの税額の控除っていうのは、100円に 10% かけて、10円。これが税額ですよね。で、この税額、この10円を、例えば、2円引くことができますよってなってきたのが、税額控除。つまり、税額が10円じゃなくて、消費税が10円じゃなくて、8円になりますよ。これが税額控除なんですね。だから差し引く部分が違うんですよ。課税標準から差し引くのか、税額から差し引くのかで話変わってきますよってことですね。なんで、ちょっとこの点も注意をしておきましょう。で、まず一つ目。住宅用地の課税標準の特例について解説します。これ住宅用地なので、住宅用の土地じゃないとこれ適用されないんですね。例えば住宅用じゃない土地。商業ビルが建っているその敷地、これについてはこの特例使えませんよってことですね。で、まず住宅用地の特例についてなんですが、200平米以下の部分については課税標準が6分の1になりますよ。200平米を超える部分については課税標準が3分の1になりますよっていう特例なんです。まあ、これだけ聞くとね、あまり意味がわからないかもしれないので具体例出します。例えば300平米の住宅用地がありました。300平米の住宅用地。で、この住宅用地の課税標準、つまり、固定資産課税台帳登録価格、これが900万円だったと仮定します。そうすると、1平米あたりの課税標準っていうのは、3万円ですよね。まあ、これ割り算したらいいです。900万割る300平米をすると、1平米あたり3万円です。で、今300平米あるわけだけども、200平米以下の部分、つまり200平米分ですね。これについては6分の1になるっていう話ですよね。で、200平米分の課税標準っていうのは、200平米かける3万円で600万円ですよね。つまり、300平米ある中の200平米分、この200平米分の課税標準は600万円です。で、これが6分の1になるから、課税標準は100万円になるんですね。200平米以下の部分は。で、一方で200平米を超える部分っていうのは、300-200をすればいいわけだから、100平米分ですね。残り100平米分。これについては3分の1になるんです。で、100平米分については、課税標準、いくらかというと300万円ですね。100平米かける3万円なので300万円。300万円が3分の1になるわけだから、100万円。つまり、200平米以下の部分についての課税標準は100万円。
また200平米を超える100平米部分、これについての課税標準も100万円、結果として合計は200万円になりますよということです。なのでもともとこの300万円の住宅用地の課税標準は900万円だったんですけども、この特例を使うことによって200万円まで下がりましたよと、700万円分課税標準が下がりましたよっていう話です。なのでこれに税率、例えば標準税率 1.4% をかけて、この住宅用地の固定資産税の税額を計算することができるということですね。ここで一つお知らせがあります。弊社レトスの個別指導は、忙しくて時間が作れない方、暗記が苦手な方、そもそも勉強が苦手な方、そういった方でも無理なく無駄なく効率的な勉強法を実践することができ、たった6ヶ月で宅建合格を目指せるサービスとなっております。計画表の作成サービス、ワントゥーワンの計画の進捗管理サポートサービス、24時間365日質問し放題サービス、効率的な勉強法である理解学習を実践できる教材、これらを使ってあなたは周りの人よりもいち早く合格に近づくことができます。もし次の試験で絶対宅建合格したいそう思っているのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。また左上のボタンでも個別指導の概要動画を見ることができます。あなたの受講をお待ちしております。では動画の続きをどうぞ。で続いて、新築住宅の税額控除、これは新築住宅って書いてある通り、新築の住宅が適用要件なんですね。適用要件の一つと考えてください。例えば自分が住むための建物も対象です。またアパート、他人に貸す貸し屋についてもこれ含みますっていう話ですね。でどんな内容かというと、120平米までの住宅部分の税額が2分の1になりますよっていう話です。戸建てであれば、自分自身が住むわけなんですけれども、その場合120平米までの住宅部分の税額が半分になるよってことですね。でアパートの場合どうなるかっていうと、アパートの場合は、一つ一つの部屋ですね、マンションでもいいですよ、マンションでもいいです、一つ一つの部屋について120平米までの住宅部分については税額が2分の1になりますよっていう話です。これ控除される期間っていうのが決まっていて、もうずっと固定資産税が2分の1になるっていう話じゃないんですよ。これは基本的には3年分です。3年度分が2分の1になります。ただ3階以上の中高層の耐火建築物、イメージとしては3階以上の例えば鉄筋コンクリート造りのマンションだったりとか、鉄骨造りのアパート、こういったものが耐火建築物に当たるので、そういったものについては5年度分が2分の1になりますよっていうことですね。通常この上5年度分適用されるのは、一般的には貸し屋が多いですね。アパートとかマンションとかが多いと思います。でまた別の要件があって、それは何かというと、居住部分が総床面積の2分の1以上じゃないとダメですよってことです。これ言い換えると、店舗兼住宅っていう場合もこれ適用されるって話なんですよ。店舗部分が100平米あって、で住宅部分が120平米あるといった場合、この場合住宅部分総床面積の2分の1以上ですよね。店舗部分が100平米で、それ以上住宅部分120平米あるわけだから2分の1以上だからこれ OK ですね。また床面積50平米以上280平米以下の場合適用されます。で貸し屋の場合っていうのは、一つ一つの部屋が40平米以上を280平米以下であればこれ適用されますよっていうことです。この1番2番の要件を満たした上で、新築住宅っていうのが要件になってくるということです。それらの要件を満たした場合、3年度分もしくは5年度分の120平米までの住宅部分の税額が2分の1になりますよということです。なので、これですね、細かい部分まで解説してるんですけども、重要な部分で言うと、まず新築住宅が適用要件なんですよ。だからこれ新築してから5年度分ですね、これも新築してから3年度分が控除されるよ、2分の1になりますよっていう話なんですよ。でまた120平米までの住宅部分です。これですね、120っていう数字も覚えていただいて、あとこれは税額控除なんだっていうことも頭に入れていただき、
で、2分の1、半分になるよ。税額が半分になるよってことですね。また、アパートとかマンションでも居住用であればいいですよと。住宅であればね。住宅であればいいですよ。また、店舗兼住宅とか、事務所兼住宅とか。まあそういったものでも、住宅部分が総床面積の2分の1以上であれば適用されるよ。で、できればまあ床面積ですね。50平米以上、280平米以下。貸し屋の場合は40平米以上。まあこのあたりもできれば、頭に入れていただくのがいいんですけども、ちょっとここまで難しいっていうのであれば、まあここは最悪覚えなくても大丈夫です。まあ可能性としては出てくるのでね、覚えていただいた方がいいけれども、まあなかなか覚える部分多いので、この赤文字部分ですね。赤文字と青文字か。この辺は頭に入れていただき、できればここですね、居住部分が総床面積の2分の1以上であれば適用ですよ。この辺はちゃんと頭に入れておきましょう。またこっちですね、まあ、こっちの方が出やすいかなと思います。200平米以下の部分は6分の1、200平米を超える部分については3分の1になりますよ。まあ、具体的な計算までは頭に入れていただかなくて大丈夫なんですけども、まあ、こういった具体例があった方がこれは理解しやすいと思いますんで、ぜひですね、理解できていないっていう方はこっちの具体例も頭に入れておくといいと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。